はい、フェンダー系のストリングリテイナーについてやってほしいです。形状による弦との摩擦とか3、4弦側には必要なのかとか、ローラー式はやっぱりスムーズなのかとか。まあやっぱないに越したことはないと思うけどな、チューニング的には。うん、やっぱここって結構やっぱ引っかかるからね、どうやって考えても、うんうん、まあでもテンションがかけたければつければいいし、うん、かけたくないならつけない方がいいし、うん、あ、70年代の皿とかなんで2個ついてるのかね。やっぱここ3弦がプレーン弦になったじゃん、うん、だから2個ついてんだ。そう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 、だからつける必要性が出てきちゃったのに、うん、今みんなその3、4弦弦がついてないついてない。だからね、みんなおかしいんだよ。理由分かっらずにそれだったらいいと思って使っちゃってるだけだから理由なくこれが正解だって思っちゃってるのはやめた方がいい、うん、メーカーとしてはつけなきゃいけないよ、全部のギターに、うん、70年代のストラトの方式で考え方でいくなら、うん、ローラーだと弦が滑るからみたいな感じ。まあそうだね、やっぱカモメはちょっとね、うん、カキンって言ったりするじゃん、うん、確かに。なんかまあヤスリとかかけといた方がいいかもしれないね。使いたい人は見た目とか気にならなければローラーがいいよみたいな。でもそこまで重要性は感じない。そうですね。まああんまりここでピキってなるのはちょっとやめた方がいいかな。磨いた方がいい。うん、ただ、うん、どうだから正解とかは別にないと思います。俺はなんかストラトは1弦だけ引っ掛けてられたりとか、テンションを調整してます。あ、自分で、うん、ああ、外したりとかしてんだ。そうそうそう。1弦チョッキングしやすい方がいいなとか、2弦チョッキングしやすい方がいいなとか。なんかたまにこう、あ、こっちちょっときついかなっていう時があったりするから。うんうん、とらわれ、ここついてるから引っ掛けないといけないとか、うん、そういうのにとらわれないでほしいです。